は槍川の怨霊に違いねえ。お気をつけくだされ。元槍川は危うい地でございます。何があった？街道を歩いていたら悲鳴が聞こえまして、駆けつけた時にはこの有様で。果たし合いのようだが。いいえ、こやつらを斬ったのは槍川の怨霊です。怨霊？あなたも聞いたことは終わりでしょう。越方より槍川武者は代々に対馬無類の剣士といえり、槍川家でもただ一人総領にのみ授けたる秘伝の技こそ人呼んで憤怒の舞、いかなる守りも貫けり。憤怒の舞の第一の達人こそ槍川党の時より公民。これを慕えども公は志村の勢いを妬めり、修行を取り戻さんとて公は志村に謀反して、あまたの武者が相はずる。志村の父も弟どもも槍川秘伝の憤怒の舞に倒されるなれど、酒井の助くれば志村乱を鎮め、時より公を滅ぼせり。松子の息で時より公苔の下よりよみがえり、志村を討たんとキス。いまだ元槍川の社には時より公への捧げ物絶えざる。民が願うは志村の死、時より公の怨霊は憤怒の舞にて受けたもう。怨霊が人を殺したとでも言いたいのか？